中国の信号中アメリカ大使は1月27日、アメリカ公共ラジオ NPR とのインタビューで、台湾をめぐってアメリカと中国が衝突する可能性があると発言しました。インタビューの中で、米中関係は中国共産党にとって最も重要な外交関係であることを認めつつ、台湾を火薬庫と表現しました。その後 中国人民大学国際関係学院副院長の金三英教授が、習近平は2027年までに台湾を武力統一すると発言したと、1月30日付の日本経済新聞で報じられました。金三英教授は、習近平の外交のブレーントラストの一人と言われており、彼の発言は習近平の本音をある程度反映しています。 習近平は、両岸の統一が中国共産党の目標であると繰り返し述べていますが、明確なタイムテーブルを提示したことはありません。金三英は今回、22年秋の共産党大会が終われば、武力統一のシナリオが現実味を増す。解放軍の県軍から100年となる27年までに、武力統一に動く可能性は非常に高いと述べました。 中国共産党の軍隊は、すでに1週間以内に台湾を統一する能力があり、海岸から1000回離以内にいるアメリカ軍を、打ち負かすことができると明かしました。同時に、日本に対して、台湾有事に干渉してはならない、さもなければ中国は日本をも倒すしかない、と脅しました。中国共産党政権の外交官やブレインの公式声明が、アメリカと日本政府に、 それぞれ台湾問題に介入しないように警告していることは明らかですでは今回の一連の行動は中国共産党による日米に対する単なる試しなのでしょうかそれとも正式な軍事作戦を起こす直前に日米による台湾への軍事支援を抑止するための脅しなのでしょうかトランプ元アメリカ大統領の 国家安全保障顧問として務めていたロバート・オブライエン氏は1月21日、フォックスニュースとのオンラインインタビューで、習近平はウクライナ情勢を注視し、北京での冬季五輪後に台湾侵攻を決断するかどうかを検討していると述べました。台湾は太平洋の戦であり、もし台湾が陥落すれば、中国共産党の海軍は、太平洋に無制限にアクセスできるようになり、アメリカのハワイ、カリフォルニア、 アラスカななどを脅かすことになるとにる強調しましたまた中国による台湾占領はアメリカとアジアの同盟国である日本オーストラリアフィリピンとのつながりも断ち切ることになると指摘しました日本にとっては台湾が中国に占領されれば当然日本の沖縄も 中国共産党の支配下に入ることになり、中国共産党がこれを足がかりに日本への侵攻を開始する可能性はかなり高いです。中国共産党が日本を侵略しなくても、台湾の海域を封鎖するだけで、日本の生命線を完全に立つことができます。中国共産党は常に台湾は中国の一部であり。 台湾を統一すると主張してきましたしたかし、台湾は中華民国の領土でありながら、一度も中国共産党政権の統治下に置かれたことがないのになぜ中国共産党が統一を口にできるのでしょうか。もし中華民国、台湾政府が中国統一のために中国大陸を攻撃しようとするならば、それは合理的なことです。しかしか中国共産党が 台湾を攻撃するのはは合理的ではありません中国共産党は共産主義を信奉しており、共産主義の最終目的は世界を支配することです。そこで毛沢東の時代、中国共産党は全人類の解放を提唱しました。今 習近平政権は人類運命共同体の構築を提案していますが、これは実は同じことで、どちらも中国共産党が全世界を支配する意図を表しています。現在、世界で最も強い国はアメリカであり、アメリカを倒してこそ、中国共産党は世界征服という最終目的を達成することができます。 中国の経済力が徐々に強くなるとともに中国共産党の世界支配の野望も徐々にあらわになってきました2020年以降米中は本格的な政治外交諜報軍事対決の局面に入っていますアメリカ在住の国際政治経済学者であるテイ・キョウ博士はこれを「新米中冷戦」と呼んでいます 2021年2月の新党人テレビのインタビューで、帝の脳博士は、中国共産党は中国とアメリカの間に広大な太平洋があるため、陸軍で米国を脅かすことができず、アメリカを脅かせるのは海軍だけであると述べました。中国共産党は当初 空母10隻の建造を計画していたが、技術力不足のため、2020年からはひそかに空母艦隊を主体とする海軍戦略から原子力潜水艦艦隊を主体とする海軍戦略に転換してきました。さらに重要なことは、中国共産党は、同時に核戦争戦略もひそかに変更し、米ソ冷戦時代の反応的な核反撃のようなものを、積極的な核攻撃に変えてしまいました。 すなわち、中国共産党の原子力潜水艦がアメリカ西海岸に近い太平洋の深海に入り、アメリカに対する能動的で準備万端の核攻撃を形成しています。そのためには、中国共産党の原子力潜水艦が第一列島線を突破しなければなりません。いわゆる第一列島線は、日本本土から沖縄を経て台湾、フィリピン、 マレーシアメリカ軍は中国共産党に対処する最良の戦略はアメリカ軍の防衛戦線を第一列島線に押し上げることだと考えています。そして今中国共産党がやろうとしていることは何としても第一列島線を突破することです。そうして初めて中国共産党の原子力潜水艦は太平洋の深海に入り、 アメリカを脅かすしたができるからです従って帝の脳博士は中国共産党の軍事攻撃の主な標的はアメリカでありいわゆる中国統一のための台湾攻撃は口実に過ぎずアメリカこそが中国共産党の真の敵対国であると考えています2021年2月 海外在住の元中国共産党海軍司令部中佐野養成士は、新唐人テレビのインタビューで中国共産党海軍は台湾攻撃に十分な備えをしていると発言しました。養成士は、台湾に対して効果的な上陸作戦を行うには、中国共産党海軍は少なくとも70隻の大型揚陸艦が必要であり、2020年末の時点で中国共産党海軍は、 すでに74隻の大型揚陸艦を持っており、揚陸艦の数は十分であると述べています。また、養成士は、台湾への上陸作戦には、最低10万人の兵力が必要だと考えています。現在、中国共産党海兵隊は、8つの旅団で総勢4万人、それに海兵隊に完全転換した。 中国共産党軍の第72軍と第73軍を加えると、すでに10万人を超えています。さらに、中国共産党軍の第71軍と第74軍も台湾を攻撃するための軍隊に含まれています。したがって、台湾侵攻に必要な兵力が十分あります。要請紙は、中国共産党が2018年に新設した海上警察艦隊は、 正規の海軍部隊の要領で、完全に編成されており、軍艦の総数は約100隻で、中国共産党海軍の艦隊の規模に匹敵するものだと付け加えました。つまり、中国共産党の台湾侵略のための軍事的準備は、基本的に完了しており、いつでも軍事攻撃を開始できる状態にあるということです。複数のメディアの報道によると、中国共産党は2020年以降、 各国から大量のの食料を購入しているとのことこです2021年12月22日の日本経済新聞「中国版」の報道によると中国の穀物備蓄量は2021年上半期に世界の備蓄量の半分以上に達したという中国共産党の穀物大量購入の理由について各国のメディアではさまざまな憶測が飛び交っているが 中国国内の軍事サイト西陸網の2021年5月12日の評論記事では中国共産党が2021年前半にコストに関係なく穀物を大量購入したのはこれからの戦争に備えるためであると明言されています中国には軍隊が動く前にまず食物が動くという古いことわざがあります中国共産党はひとたび戦争が始まれば 他国から食料を購入できなくなることを知っていたのであらかじめ食料を備蓄しておかなければなりません中国共産党は台湾を侵略する準備ができているのでいつ戦争を仕掛けるのでしょうかもし中国共産党が遠い未来に 戦争を始めるとしたら、すでに作られた軍艦や、その他の兵器は老朽化してしまい、それまでにアメリカとその同盟国は戦争の準備を万全にしているはずです。したがって、中国共産党は近い将来、戦争を計画しているに違いありません。2021年3月に行われた上院軍事委員会の公聴会で、元アメリカインド太平洋軍司令官のフィル・デビッドソン提督が、 台湾の安全保障にについて今後10年間実際には6年間間実際はは6脅威が続くとと思うと語りました日本の軍事研究家、元陸上自衛官で国家生存戦略研究会の矢野義明会長は2021年7月21日、日本イノベーションクラブで中共は2027年までに尖閣諸島と台湾を併存することを目標としている可能性が高いと述べています。 2021年10月、オーストラリアに滞在する法学者である炎孔表氏は、中国の情報筋によると、習氏は第20回党大会の後、つまり、ジョー・バイデンアメリカ大統領の最後の任期でもある、2023年から2024年の間に、台湾海峡の戦争を発動する時間帯が予定されていると述べました。トランプ政権初期に国家安全保障問題担当、大統領補佐官を務めた、 ハーバート・レイモンド・マクマスター将軍は、2021年3月2日、アメリカ上院軍事委員会で開催された公聴会で、習近平氏は中国を統一しようとしているが、台湾を攻撃するにはタイミングがあると考えており、2022年北京オリンピック後の時期に、中国共産党が台湾を攻撃する可能性があり、台湾にとって最も危険な時期であると述べています。 泰史・シンゴ大使と金ン,ンエイ教授の発言は、彼らの個人的見解であるはずがなく、中国共産党政権が台湾問題における日米政府の姿勢を探り出すことであり、すでに戦争の準備が完了した上での開戦前の威嚇行為であると言えるでしょう。